日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト今日は「断捨離」人間関係について。はい今日も始まりました「日本語コンテペイ」の時間ですね。皆さん元気ですか、えー、皆さんんの住んでいる国はね今 暑いですか寒いですかうんそれともちょうどいいかな僕が住んでいるスペインのバルセロナでは今ねまあ,あまあちょうどいいちょっと寒い時もあるかな夜夜ちょっと寒い、ね、夜ちょっと寒い感じでも昼間はちょうどいいですね寒くもなく暑くもなくうん 本当12月ぐらい月の、ね、本当クリスマスぐらいになるとちょっと寒く感じるけどそれまでは昼間はまだまだ大丈夫ですね。うん、1月はちょっと寒いですね1月は寒いでもね2月ももう終わりの方になるとね昼は暖かくなるしねやっぱ冬はね、えー、短いですね。でも夏が長いんでね夏が長い。 うん、夏が長いですよで夏の方がね僕はあんまり好きじゃないですねうんまあみんなねあのなんか夏スペインの夏がいいっていう人は多いと思うんですけど天気はいいしねでもあのやっぱ住んでみるとですね暑いの疲れるんですようんそして、まあ、洗濯物が乾くというのはいいんですけどねちょっとこうやっぱこう冬っていうか ちょっと寒いぐらいの方が僕,僕はですよ僕は個人的には好きなんかねこう頭がね働く気がします頭が働く、うん、頭が働く気がしますね僕はね冬の方が勉強できます夏は勉強しんどいですよねしんどい、ね、しんどいっていうのは、うん、苦しい、ね、厳しい大変うんしんどいですよ夏はちょっとね勉強には向いてないようなうん だから、ね、ハ,ワイハワイとかに住んでる人ってどうやって勉強してるのかなと思うんですよねオバマ大統領ねオバマ前大統領ですね、えー、ハワイ大学確かハワイ大学に行ってますよねどうやって勉強したのかなと僕ハワイに行ったことあるんですけどハワイに行った時思いましたこんなところで勉強なんてできる <laughs> オ,バマオ,バマオバマさん大丈夫って、ね、思った嘘うでしょって本当は勉強してないでしょ ねハワイで勉強なんかできますね本当に思う、ね、ハワイに大学がある信じられないね <laughs> ひどいねひどいねそんなこと言うのはねだってハワイで勉強してる人だってねたくさんいますからもちろんあとカリフォルニアとか勉強できるんですか <laughs> まあそれは同じようにバルセロナだって勉強できるって思うんですよあの特にね暑い夏の間こんなとこで勉強できないよって本当に暑いしまあなんか やっぱりこうななんかビール飲みたくなるでしょすぐもうね昼,昼12時ぐらいになったらビール飲みたくなりますよねだから夏はちょっとね勉強できないでも冬はね秋から冬にかけてはあのビールっていうよりはコーヒー飲んでね頭をキラッとさせてね勉強したいなっていう気持ちになるので僕はねやっぱちょっと寒いぐらいの方が好きですね東、まあ、東京は、ね、東京ははね 夏は暑いし冬は寒いんでまあ結局同じなんですけどまああの至る所にねエアコンディショナーが入ってるのでエアコンがあるんであの冬は冬で別に暖かく過ごせるし夏は夏であの涼しく過ごせるんであの東京に行った時はあんまりね季節をまあ季節を感じますよ季節を感じるけどそんなに。 ああ暑いいいかから勉強でできななとと思ったことはないですね暑くてもエアコンつければいいからピッてね部屋の中でもあの外でもでもねスペインだとね結構ねエアコンあんまつけないんですよ日本ほど日本ほどつけないなのであの図書館とかもねそんなにね涼しくないんですよ、うん、だから暑くもないけどもちろんエアコンついてるから図書館の中暑くはないけどまあ ま、あちょっと天気の話はもうその辺で置いておいてですね。えー、前回ですね。前回。今日はちょっと前回に関係があります。前回、圧倒的な量について話しました。圧倒的な量。たくさん。とにかくたくさんの勉強をすることによって、えー、語学が身につく。たくさん、えー、えー、練習することによってですね、剣道がうまくなる。 たくさん練習することによってギターが上手くなるたくさんたくさんのゲームをすることによってチェスが上手くなるたくさんの、えー、運転、ね、たくさん運転することによって車の運転がね上手くなるとにかくねたくさんたくさんすることによって学べるもの、ね、ほとんどのねものはたくさんね練習することによって学べますむしろたくさんやれば絶対に上手くなる というこが約僕覚えてますねあのうちのお母さんうちのお母さん母親が運転がねあんまりうまくなかったんですねあのいつ,いつ免許取ったのかなちょっと覚えてないんですけど僕は子供の時に覚えてますよお母さんは運転が下手だからみたいなのねでお父さんはね運転が上手いでもお母さんは運転が下手みたいな。 車の運転がですねなんかそんなことをいつも言ってたような気がするんですけど今今ですよもう,もううちのお母さんも年ですけど今ね今65歳ぐらいあのまだまあ年って言ってもねまだ若いんですよね日本人だとねまあまあ日本人だとじゃないんだもう世界中でね65歳って今若いですようん。で運転がねうまいんですよね。 うまいです。すごいうまいね。あのーまあ、たまにしかね会えないですけど、たまに会ってね、うん、あのー、母親のねお母さんの運転する車に乗ってみると、もうスラスラスラって感じですよ。うまい。うん。年齢を感じされたら。まあ、年齢年齢行ったからうまくなったんでしょうね。だからあのー、僕は子供の時は多分まだねうちのお母さんって20代なんですよ。僕はね24歳の時に生まれてるんで。 ね、うちのお母さんが24歳の時に僕は生まれてますからあのすごい若いんですよね若かったんですよ僕は,あかあ僕は子供の時まだ20代僕が中学校でもまだなんか40歳ちょうどとかそんなもんだと思うあ違うな僕は中学校の時まだ40歳行ってないの30代すごくない若い僕は大学生の時に40とか40ちょっととかさそ,そんな感じですよ若いな 若い,ね、若,若いですねうちのお母さんねだからえー、っと20歳で結婚してますからね20歳で結婚してるから若いですよ、うん、まあとにかくあの運転がうまくなったんですねもう何十年も何十年だからもう本当にもう30年以上40年とか運転してるのかなそんなもんですよねだから本当にそれだけ運転毎日してたらうまくなるんですね えだからあのどんなに苦手なこととかでも長くねたくさんやったら絶対にうまくなるね圧倒的には量が必要という話をしましたそして僕がですね言ったことが僕はスペイン語をですね一日3時間は絶対に聞くね決めてるわけじゃないですよ3時間聞かなきゃいけないとかもうね勝手にね体が動くんですね <laughs> 勝手にあの何例えば あの料理をする時は勝手にあの耳にねイヤホンつけてあのポッドキャストを聞いてるしスペイン語のポッドキャストを聞いてるし、えー、外を歩く時もねポッドキャストを聞いてますで子供といる時はちょっと聞けないけど一人の時は必ず聞いてますで夜寝る時ですよね寝る前まあ子供が寝るのが早くなったんで僕は嬉しいことですよ子供が寝るのがね早くなったんで。 まあ夜9時時からは時間があるんです、ね、で、すねうちの奥さん妻はですね本を読んだり勉強したりねうちの妻も勉強家なんであの勉強してるんですよ常に何かをね勉強してますなので僕は僕であの YouTube でねポッあ YouTube, YouTube でスペイン語を聞いたりするんですねあのスペイン語圏の人スペイン語 を母国語とする人スペイン語ネイティブの人なら知っているかもしれないですけどキラ先生キラ先生っていうねスペイン人の日本語の先生、ね、スペイン人なんですけどキラ先生は、えー、東京に,東京に大阪に住んでますキラ先生は大阪にねずーっと住んでます結構長く住んでますね日本人の人と結婚して今2回目 <laughs> 2回目の結婚してまあそれプライベートな話だから、あのー、まああんまり触れないですけど ね、えー、まあ大阪に住んでますねキラ先生はで日本語をね教えている日本語スペイン語を話す人に、えー、日本語をね教えているすごくねいい先生だと思いますねすごくいい先生僕は好きですね正直な性格ねなんか面白いですよキラ先生でキラ先生はですね、えー、日本語を教えるとともに日本文化についてねまあ割とクリティカルに話すんですよ で僕結構クリティカルな正直なね意見って好きなんで、うん、なんかみんなねやっぱ YouTube だといいことしか言わないんですよねうんあのー、なんかねあんまり批判とかしたくないんですよで人のことを、ね、批判したくないとか、えー、他の文化を、ね、批判したくないそういう気持ちはすごい分かりますわかるけどあの正直の正直にやっぱり話すっていうことも大事ですよね、うん、なので あの結構ね日本についてね厳しい意見があるんですよバシバシとねで僕は日本人としてそれに腹が立つかというとそんなことは一切なくてああそういう意見も面白いなと思うんですよねだって僕だってかなりクリティカルだからね僕だってかなり批判しますよねあのだって国と人は関係ないし個人とね個人的な意見、えー、とその例えば僕はね日本について 嫌いなところ好きなととこころろ好きありますよでもそう日本人もいろいろいるからあのもう本当に人によるじゃないですかそれ同じようにスペインだってスペインのね嫌なとこいっぱいあるんですよ僕 <laughs> 本当にでもスペイン全体とかねあとそのカタルーニャ僕が住んでいるバルセロナあすごいいい人だってたくさんいるから、ね、ほとんどの人はいい人ですよだからあんまりねその その文化のここが好きとかここが嫌いって言ってることと個人ね個人は全然違うからあのそれ分けて考えられるんですね僕はだからキラ先生がいくら日本のことを日本人がこういう日本人はもうそれはあの前提としてですよそのまああの何全体としてねまあこういうこともあるっていうふうにキラ先生が言ってるっていうこと分かってるから僕もですね 楽しめるコンテンツとして楽しめるんですね。まずコンテンツとして楽しめる。そして、えー、スペイン語の勉強になる。キラ先生はね、スペイン語で日本,語日本の文化とか日本のことを話してるから、えー、僕はね、スペイン語の勉強になるんですよ。なんでね、そういうのを聞いたり、3時間ぐらいする、はい。そして今日のテーマ、えー、断捨離、人間関係についてですけど、断捨離っていうのは、ものを片付けるっていうことでしたね。うん物を捨てるね 本当に必要なものを取っておいて必要ないものを捨てていく、ね、そういう、えーかんえーえー、生き方<ん>、えー、です考え方ですね断捨離で人間関係についてでは僕が言ってるのは人間関係を断捨離するべきかしないべきか、ね、そういう話です、はい、で人間関係ですね友達もしくは知り合いたくさん割 わわけわかんないいいわわいぐらいいる人いますよねフェイスブック1,000人みたいな、うん、まあそれはそれでいいですよ別にツイッターみたいな使い方をすればフェイスブック1,000人フォローフォロワーがいるとね、えー、まあなんか自分が言った時にお知らせできる、ね、例えば何かイベントをします来てくださいって言ってねやっぱり10人とかより1,000人に届いた方がいいですからだからフェイスブックをねツイッターみたいな使い方をする場合はあのそれでいいと思います。 ただですね、あのー、人がたくさんいると、あのー、やっぱりいろいろ疲れますよね知り合いが多いと知り合いが多いとで好きな知り合いばっかりが多ければいいけどなんか苦手な人とかもねたくさんいるとかそれやっぱ疲れますよね例えばですよあの僕がさっき言ったみたいに1日3時間スペイン語を聞いているとか1日5時間英語を勉強したとかね過去,過去にもですね 今はスペイン語をメインになってますけど過去には英語をメインに勉強していた。で僕は常にですねあの時間をたくさん使うんですで今もね日本語「コンテッペイ」をこうやって録音してますよね時間があのないとできない、ね、であのギターを弾いたりとかね本を読んだりとか勉強したりとかあのとにかく僕はね人より時間があるような気がしますよね で、まあ、まずなぜかというと今僕がスペインに住んでいてですね基本的には寂しいから <laughs> 基本的には友達がいない友達がほとんどいない、ね、で日本の友達と電話することもあるけど、まあんまりしない、ね、ということで時間があるんですよ、ね、断,捨離断捨離するとかしないとかの前に人間関係が。 すすごいい少ないののでで自分の時間がたくさんんあるんですねこれはある意味嬉しいような寂しいようなね悲しいような僕はちょっと悲しみの方がちょっと大きいですよね最近は。もう少し知り合いがいてもいいんじゃないのかと思うんですけどまあ逆に言えば自分がやりたいことするべきことがたくさんできるねだからこうやってスペイン語を勉強したり日本語コンテピュを取ったりできるする時間があるんですね。僕が大学生の時に 大大学学生だったり大学を卒業してすぐの頃えー、やっぱりね友達とか知り合いが多くて多いからなんかね毎週毎週結構時間自分の時間がない時期っていうのがありましたうんでその時に思ったんですねこれはダメだとだからその頃からですねやっぱり本当にあの人間関係をあんまりね無,無,無意味に広げないようにしました。広,、まあ、広げないよううにってののはその 人の出会いをなくすっていうわけではないですねそれはよくないと思いますねだけどそのん明らかにね自分まあ損得じゃない人間関係は損得じゃないけど明らかに自分に損しかないような人間関係ってあるじゃないですか損しかないね損しかないっていうのはデメリットしかないなんかこう会えば疲れるし なんか全然楽しくもないしあの本当にエネルギーが全然もらえない人エネルギーがなくなるだけの人その楽,しか楽しくてなくなるエネルギーじゃなくてただ疲れる、ね、そういう人間関係ってあるじゃないですか。でそういうのを一切しない、ね、それをもう決めたというかねもうそういう風になったんですね僕は。 だからあの僕例えばね僕はフェイスブック持ってますけど僕のフェイスブックにいる人たちはみんなね僕が好きな人たちです、うん、あんまりね興味がない人とかあんまりこう会いたくない人みたいなのはいないはい、えー、だしまあ、電話をする人とかあの電話とかメールとかねチャットとかまあいろいろ僕はね本当にね好きな人だけねしか会わないうん。 あの人苦手だなとか思う人の誕生日会に行ったりはしないです。ね、まあまず呼ばれたりもしないですけどね。うん、だからあんまりそういう希薄な薄いねうんなんかう、まあ、薄いっていうとあれかな、うん、あんまりこう、まあ、正直、まあ、人間関係正直に正直な人間関係を持ってるっていうことです。そうすることによって自分のね質のあるクオリティタイムねクオリティタイムね自分の質質の高いね 自分の時間が持てるようになるそういういことですなのでね、えー、断捨離っていうとなんか何か何から何をねミニマリズムみたいなね何から何まで捨てるみたいな意味をね捉える人が多いと思うんですけどこれは違って断捨離というのは例えばねたくさんものがあって本当にね自分が好きなもの好きな人が埋もれてるじゃないですかその中にだからそれをやめようっていう考え方ですたくさんものをね持ちいてると それ大事なものが見えなくなるからね、本当に大事なものが探せなくなるんでよ,よくあるでしょ「あれどこあれどこ行った?」みたいなねそういうこと言ってる人ああ見つかんないね見つかんないあのネックレスが見つかんないんた,たくさん持ってるから見つかんないんですだから本当に好きなものがあるんだったらそれをね大事に使うべきですだからジーパンをね例えばジーンズジーンズを10着も持ってると本当に好きなジーンズ履く,履く時間がないでしょ うん、だからジーンズを減らさないと減らして好きなジーンズをたくさんはいた方がいいと思うんですね、僕はだから人も人間関係も1000人とか2000人知ってても、ね、<laughs> しょうがないじゃないですかだったらあの少ない人、ね、本当に、ね、僕は友達なんてもう10人10人以上は無理だと思います10人ぐらいね友達がいてあと、まあ、たまに会う人が、ね、あと10人ぐらいいて。 うん、多くても30人もう30人以上は無理だと思いますでもねあの本当に本当にね人によって2人とか友達1人,1人でもいいんです1人の友達とたくさん会った方が1000人の友達となんか3年に1回ずつ会うよりは <laughs> 僕はいいと思うんですねだってそ,そんなしょうがないんじゃないですかそんなにたくさんいてもだからあの人間関係をねある程度あの 断捨離する、それは自分の時間を持つためにも必要だし他の人とねあの本当に好きな人と時間を過ごすためにも必要、うん、というわけで今日は人間関連の断捨離について話してみましたそれでは皆さんまた「チャうチャうあしたる英語」